このスバ。チケラやブッコロリーは大丈夫でしょうか。ユンユンに任せてあるし、きっと大丈夫だろう。そうそう、お地蔵さんを倒せば全て解決するわよ。カズマも見たでしょ、コウマ族から出てた黒いモヤモヤを。ああ、なんか出てたな。あのモヤをお地蔵さんが吸収してたわ。きっとあのモヤは魔力だけじゃなく人格とかそういうのも含まれてるのよ。お地蔵さんに吸収されちゃってるから、私のブレイクスペルも効かないんじゃないかしら。確かにシリーが言っていたこととも一致します。混乱を呼び、それを糧にすると。みんなおかしくなっていましたが、心の中ではいつもと違う自分に混乱していたのでしょう。それが狙われたんです。なるほど。ならばなぜユンユンは気絶しなかったのだ。お地蔵さんの影響を受けたはずだが。ユンユンは元から変わってますからね。新高魔族のこともすんなり受け入れてましたし。ともかく奴を倒せばみんなは元に戻るってことだろう。これ以上被害が広がる前に何とかしないと。おお、珍しくカズマが燃えているな。今回の事件の原因だもの、責任感じてるんじゃない？そういうこと言うなよ。みんな気合を入れていけよ。おお、ほんと信じらんない。いつの間にそんなもの取ってたのよ。いたたた、耳取れる。いいだろ、魔導写真の1枚や2枚、欲しいやつに売っただけだ。あら、リンさんにダストさん、喧嘩はよくありませんよ。ほら、仲直りの印にこちらの紙にサインを。そんなんで入信書にサインしたりしないわよ。ち、流れでいけるかと思ったのにしょうがないわね。あら、地蔵。こんなところに石像なんてありましたっけ。初めて見たけど。あっ、なんだ、いきなり来た。ちょっとリア、まだ寝てるの。部屋入るわよ。って来たな。昨日の夜も掃除したのに、いつの間に。ドブん、何これ。リアちゃん、もしかして拾ってきたの。二人とも、おはよう。服の山に埋もれて寝てる場合じゃないわよ。変な石像があるの、これ何。石像、何の話をしてるんだ一体。さらなる混乱を。あ、石像が光って。な、シエロ、エリカ。くるるるる。このスバ、このスバ。来るな、やめろ。いきなりどうしたってんだ。男、ヒー、オーケー。これもお地蔵さんの仕業か。おい、どうしちまったんだ。新しい魔法か。俺が悪かったからもう許してくれ。あそこにダストがオークに襲われています。ダスト、無事か。カズマ、お前らはおかしくなってないのか。何よ、いきなり失礼ね。今はこのオークを何とかしなければなりません。おい、来るぞ。待て、あいつは傷つけないでやってくれ。はぁ、何言ってんだ、オークだぞ。ダストの言う通りだ。ボトムレススワップ。
二人とも、これでは足止めにしかならないぞ。ダストさんの言う通り、オークたちとは戦えないんです。ギルドが避難所になっていますので、急ぎましょう。このスバー！変な石像？ああ、知らないうちに立ってたんだ。町のあちこちで見たって言ってるやつがいる。それから突然の光です。どうやらこれによって町の女性たちが多くに変身していっているようなんです。シエロもエリカも目の前で多くになってしまったんだ。あの地蔵みたいな石像が現れてから。くそ、やっぱりお地蔵さんの仕業なのか。なんか知ってんのか。クウマの里もその石像というか精霊なのですが、それのせいで大変なことになっているのです。すっかり人が変わり、眼帯もかっこいいポーズもくだらないなどという始末なのです。それはむしろまともになったような気がするが。どこがですか。あのお地蔵さんのせいでコウマ族は矜持を忘れているのですよ。人を変えてしまう、そんな恐ろしい精霊がいるだなんて全く知りませんでした。いえ、元はといえばカズマが変なお願いをしたからなのよ。お地蔵さんは中途半端に願いを叶えてるだけなの。カズマが？なんでそんなことを。いや違う、俺もコウマ族の方は心当たりがあるけど、アクセルがこんなになってほしいなんて願ってない。とにかくお地蔵さんは人間を混乱させるのが目的なんだ。だから早くあいつを止めないとまた被害が出る。精霊はいたずら好きというが、これはどうこうしているな。再び封印すべきか。封印？そんなことでしたら私は手を貸せませんわ。封印なんて、封印なんて断固として反対です。精霊だから悪いことをするから封印なんて、そんなの身勝手すぎますわ。メル、急にどうし。一つの場所に閉じ込められて友達とも会わずに過ごすことがどれほど寂しいか、あなたにはわからないのですか。そっか、メルも封印されてたんだっけ。思うところがあるのかもな。気持ちは察するけど、このままではさらなる被害が。みんなが辛い思いをするのはメルの望みではないだろう。それは、まあ。お願いします。少しだけでも手を貸してくれませんか。お地蔵さんの居場所すらわからず困ってるのです。いくら精霊でもここまで人間に迷惑をかけるのは稀。お友達が苦しむのは避けたいところですものね。封印は反対ですが、お地蔵さんを懲らしめるくらいでしたらお手伝いしますわ。ありがとうございます。妙な石像はいきなり姿を消しちまったけど、あんだけ強力な力を使ったんだ。何か痕跡が残っててもおかしくねえよな。そうね。メル、同じ精霊として何か感じない？それを追っていけば。急に言われましても。少々お待ちくださいね。このモヤモヤする感じを追えばいいんですの？それだ！頼んだぞ！他にも力を貸してくれそうな奴に声をかけてみるか。しゃあね、俺も行くぜ。まったく、なんだってこんなことになっちまったんだ。このスバ、このスバ。この町の女も多くに変えておいたぞ。逃げろ、捕まったら男として終わりだ。遅かったか。ここも多くだらけ。町が大変なことになってますわ。これを私と同じ精霊が。お前と同じではないだろ。お地蔵さんの方が断然迷惑だ。こ
コウマ族のみではなく、この町の人々までも。どうする？私のデコイで引き寄せるか？それよりも楽な方法がある。こいつを連れてきて正解だったぜ。ミツルギ、オークは気絶させるだけで頼むぞ。アクア様の頼みでなければ断っているところだ。だが困っている人々のことは見逃せないからね。ありがとう。負けの人。あらいい男、お前たち捕まえるわよ。そこのあなた。来たぞ、みんなで迎撃を。おーい、オークたち、ここにいる魔剣の男は収入も安定してるし、女には手を挙げない、それはそれは優しい男だぞ。それにオークもいけるってさ。僕はそんなこと。やだイケメン、いけるだなんて情熱的なアプローチ。それに子供も安心して育てられそうね。あのイケメンを捕まえるわよ。もうイケメン、うっ、こっちに来た。よし、そのまま引きつけておいてくれ。ミツルギ、ミツルギくんっていうのね。こっちで私たちといいことしましょう。勝手なことを。貴様らなどこの魔剣で。ダメよ、このオークたちもともとは町の人なんだから、気絶させるだけにしてってカズマも言ったでしょ。ですが、変なところを触るんじゃない。このイケメンは私のものよ。いいえ、私が先に唾つけたんだから。なんて怪力。鎧を脱がせるな。やめろ。なんかかわいそうだけど。今のうちだ。はーい、避難所はこっちよ。今のうちに逃げなさいな。助かった。ありがとうございます。メル、弱めの電気でオークたちを気絶させることは。お、メル、え、どこ行った。おい、メル！ブレーキの町は混乱の最中にある。いいぞ、もっと惑い、困惑しろ。見つけましたわ！なんだ貴様は。人間ではないようだな。私の大切なお友達にこんなに迷惑をかけて、精霊の風上にも置けませんわ。いたずらこそ精霊の本望、人間の味方などそちらこそ精霊の風上にも置けん。結構ですわ、私は人間の隣にいると決めたんですもの。こんなことをするなんて盗賊だろうと許しません。許さなければどうだというのだ。それにもう遅い。これを見ろ。黒いモヤモヤ。これは混乱により生まれた魔力。これを取り込み、我はさらなる力を手にする。同じ精霊のよしみ、今なら仲間に。稲妻！話は最後まで。最後まで聞いても答えは同じですわ。それに強力な相手には小ずるい手で攻撃を。これはお友達のカズマの教えです。無垢なもんじゃない。愛のないいたずらはただの暴力と同じ。さあお地蔵さん、観念なさいまし。
このスマ